酒弱小児のローアルコールのおすすめ第2弾、今日もコナンスタジオの方から、お送りしております。冬にちなんだドリンクということで、スペシャリストをお呼びしたいと思います。江添さん、よろしくお願いします。じゃあ再度登場です。江添です、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ今日は冬のドリンク第2弾ということで、はい、今回はバーでよく冬に飲まれるアイリッシュコーヒーというカクテルがあるんですが、それをノンアルコールで作っていただこうかなと。今回ですね、アイリッシュシロップというものがございますので、はいはい、本来であれば砂糖と、アイリッシュウイスキーをコーヒーで割れるんですが、今回はアイリッシュシロップをコーヒーで割る、はい、うん、あ、コーヒーの香りと結構、はい、あの味わい的にはバターキャンディーみたいな、うん、これを20ミリ、はい、20ミリ入れていただいて、はい、そこにもうコーヒーを、コーヒーですね、はい、それでいただいて、ホットコーヒーを入れてみます。大体8分目ぐらいですね。はい、そのぐらいですかね。はい。ちょっとだけ軽く混ぜていただいて、はい、はい、上に生クリームをフロートさせるんですが、はい、そのクリームをですね、シェーカーで振っていただく、はい、シェーカーで、人生初シェーカーでございます。はい、今回は泡立て用に、はい、バネをちょっと入れて、はい、氷の代わりにバネを入れて、もうすでに生クリームが入っている状態になってます。はい、こちらに入っております。はい、はい、もうちょっと、もうちょい、もうちょい、もうちょい、はい、はい、はい、開けて、取っていただいて、で、落ちないようにですね、はい、ゆっくり注いでいただくと、はい、あの、綺麗にセパレートします。大丈夫です。はい、はい、すごく綺麗な、はい、はい、色合いでございます。うん、これは普通のコーヒーと全然違う、ホットコーヒーと違いますね、はい、やっぱこのシロップがだいぶ特徴的な、はい、はい、結構お酒を感じていただけるようなノンアルコールのもの、うん、入ってないんですけど、お酒をなんか感じてる、飲んでるようなイメージがありますね。はい、はい、それでは、2作目ということで、次はローアルコール。江添さん、じゃあ、はい、どういったドリンクでございますか？今回はですね、キャラメルミルクティーをちょっと大人な感じにしちゃおうかな、はい、普通のキャラメルミルクティーとはちょっと違うんですかね、はい、今回は、はい、キャラメルシロップを入れて、ひとまずロイヤルミルクティーのキャラメルバージョン、キャラメルバージョン、はい、今回は15ミリ入れてください。15ミリ、はい、お次です、ウォッカを30ミリ、はい、なみなみですか？はい、はい、はい、大丈夫です、はい、で、温めたロイヤルミルクティーを用意しておりますので、はい、こちらを注いでいただきます。はい、ましょう。これも8分目ほど、8分目ほど、はい、このぐらいでいかがですか？はい、はい、大丈夫です。はい、はい、いきます。はい、お、こんなもうちょいですか？もうちょいやっちゃいましょう。はい、こんな感じで、はい、山盛りの贅沢な、これも大人ですね。で、うん、キャラメルソースをかけていただいて、はい、第1弾の時に登場した、はいはいはい、あ、山盛りです。山盛り、贅沢な大人なカクテルでございます。はい、試飲させていただきます。はい、はい、このやっぱりウォッカが後からこうカンときますからね、はい、じゃあこれのアルコール、はい、まあ、アルコール入ってますので、純アルコール量としては30ミリのウォッカを入れまして、ウォッカ 40% ですので、
純アルコール量としては 9.6g ということで、はい、これもまた 10g 以下でローアルコールということになりました。はい、はい、次回第3弾、冬のドリンクやっていきますんで、ぜひご視聴お願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。